guys, it's Devin, and we're in Akihabara. Today we'll be venturing to an amazing cafe where they actually create animations. I wonder what we can really do there. Well, let's go check it out. Zippy Japan. Konnichiwa. Okayasayimase, ojousama. Tadaima. Konnichiwa. Konnichiwa.ここはどんなメイドカフェなんですか？ここは2008年にオープンした新感覚のメイドカフェで、アフレコの体験ができるという珍しいメイドカフェとなっております。アフレコって何ですか？アニメとかの、声を後から入れる声優さんの、ああ、ボイスオーバー、はい、みたいなもん。そういうことです。あ、オッケーオッケー。ここに働いてる皆さんは声優さんなんですか？声優の学校に通ってる子もいるんですけど、みんなアニメが大好きな感じの子たちで、私もそのうちの一人です。なんかできるんですか？魔法をかけるときとアフレコの体験をやるときだけちょっと声を変えたりするんですけど。じゃあちょっとやってみてください。はい、じゃあ、 美味しくなれ萌え萌えキュンっていうのがあるんですけど、それをやりたいと思います。美味しくなれ萌え萌えキュン。すごい。She's so good. It's like a totally different person. Wow. Wow. せーの、はい、はい、おいしくなーれ、ケチャップダンスが始まるよ。一生懸命頑張ります。あなたはケチャップ誰がいい？選んでください。キミー。ありがとうございます。どんなお客さんが入ってくるんですか？うちのお店は明るい雰囲気もあって、女性のお客様も結構多かったり、あとは休日になると家族連れとかも来たりするんですよ。で、外人たちも入ってくる？すごい多いです。4割、5割ぐらいは外国人の人の方が多いかもしれない。そうなんですか。アフレコするとき、どんなアニメを使うんですか？当社で作っているオリジナルのアニメでアフレコさせていただいております。簡単なやつから戦いものとか、なんか恋愛ものとか、いろいろあります。 I'm gonna do it perfect this time. ロッコさん、ん？おや、どうしたんだよマティさん。大変大変、今日来るのメイドさんがまだ来ないのよ。こら、遅いよ君。早く着替えなさい。今すぐ早く。新人。本当に仕事に集中できるのかな。うわ。I had so much fun here. Right off the bat, I gave this place 5 stars.This place is so amazing and the staff are so nice, and most of all they have English, which makes life perfect for people like us, doesn't it? For more information, be sure to check out this TV show's Facebook page and my blog. Until next time, I'm Devin from Music on TV.